節分かうんせっかくだからやってみるよおは外福はチおお茶一体どなたに当たったのかマーク2はマーク2はとても気になりますはいそれでは南西諸島節分作戦2023の最終海域へ出撃しますよ,すよ頑張って週末にゲージにまで削りました月末までには海域クリアをしたいですねあ 編成メンバーを言っていませんでしたね。帰還にもがみさま、流頬ー,ー様、三クマ様、あ。申し訳ありませんが、私たちが、お相手するの、かかってきなさいな、ね。マ様、アサ潮オ様、フレッチャー様です。新しく実装された海域ですが、どんな方々と外交できるのか、今から楽しみですね。流ー攻撃隊、発艦 お願いいたします。さあ行こうか。僕が相手だよ。これはいけますね。ゲージは3つありますが、そこまで難しくないのでしょうか？それでしたら毎月遊びに来てもいいかもしれませんね。 あ、ミクマ様が、宗派は抜きず、マーク2も抜きず、こちらのクマ様は本命嫁官のクマ様です。最近はデュアイとソナー装備が標準となってきました。あ、フレッチャー様が、宗派は抜きず、マーク2も抜きず。さて、これは野戦に突入でしょうか

これは来週も頑張りましょう。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。お疲れ様です。皆様。初めまして、吹雪です。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたしますね。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。はい。それでは任務達成の報酬をいただきましょう。提督、作戦を実施してください。え、実施してください。達成しました。ではなく、も、もしかして。ああ。 どこで自宅ミスしたしましたあ、なんだか心当たりがある、あります湘南温度高度、あそこ、あそこですそんなわけで再出撃、しますだから言ったよそんな勢力、そんな 大変身に染みましたメモリー残しますまあがば一回は五社なので一人無一がば調子いいですね反省します隙あらばと思いましたがダメでしたねまあええ勝利でいいのでこれでクリアです提督作戦成功しましたはい それでは任務達成の報酬を受け取りましょう。今回はちゃんと達成できましたね。何がいただけるのでしょう。マミヤさんとイラコさん。そしてネジですね。マークー、これは覚えていますよ。アイスの方がマミヤさん。弾薬と。マミヤさん。そして節分の豆ですね。あら、3つもいただけました。ありがたき。 それでは今回はここまでご視聴ありがとうございました。